んなとこでどうやって商売するんで、客なんか一人も来やしねえじゃねえか。くそ、どこに目をつけておる。こんなところでどうやって商売するんで、100年経ったって客なんて一人も来やしねえじゃねえか。おい、それてめえ何考えてやるんで。なーって、くそ、何考えてんだ。俺に無断で無駄遣いしやがって。そこで覗いてんのは誰だ。そう、親父のやつ、俺に無断で無駄遣いしやがって。やっぱりな。絶対に何かあると思ってたんだ。なんでお前らここにいるんだ。消えた。やっぱりな。何かあると思ったんだ。親父、あまり驚いておらんようだが。出るのを知っていたのか。うん、実は。いい加減にしろ。てめえらどこ見て話してやるんだ。ああ、氷を削る音。お、いらっしゃい。何になさいます。ハハハハ、冗談だよ冗談。受けた受けた。やだもう、お父さんあったな。ドハハハハ、塩渡君死んでも相変わらずお茶目じゃぬ。ジョークで改めて親睦を深めようと思ったのだよ。龍之介、紹介しよう。なんちゃってなんちゃって、冗談よ。わっ、受けた受けた。やだもう、お父様ったら。そうかそうか、君か。なんで。なぎさ、お前の言い名付けの龍之介くんだよ。言い名付け。さすがてめえの親友だな。塩渡くん、改めて紹介しよう。これが私の子供じゃ。なに藤波くん、これが。なんで。そうだ、龍之介じゃよ。そうか、うん、うんうん、なぎさ。はい、お父様。なぎさ、お前の言い名付けの龍之介くんだよ。言い名付け。初めてお会いした時、私には分かったの。きっとこの方が龍之介様に違いないって。そんな。あ、私が嫌いなの。いや、そうじゃなくて。幽霊だから。そうなのね、どうせそうなの。話を聞け。無責任な約束しやがって。何が言い名付けだ。私が嫌いなの。いや、そういうわけじゃなくて。幽霊だから。そうなのね、どうせそうなんでしょ。ああ、長い間会うの楽しみにしてたのに。渚、話を聞け。俺は龍之介、貴様それでも男か。私、一度だけ、言い名付けの龍之介様と、キス、したいの。キス？私、一度だけ言い名付けの龍之介様と、キスしたいの。なぎさー！喜べ！龍之介くんが心よく説得に応じてくれたよ！本当？本当かしら？さあ、思う存分口づけを交わしたまえ。はい、ありがとうございます。たった
た一度と言ったって龍之介くん納得するかしら。難しい問題ですね。渚喜べ、龍之介くんが心よく説得に応じてくれたよ。心よく説得に応じた。龍之介様。さあ渚君、思う存分口づけを交わしたまえ。はい、ありがとうおじさま。今すぐ確かめには十分すぎる手応え。どうした、渚。手応えがない。なに、そんなバカな。ちょっと待ちたまえ。十分すぎるほど手応えがあるが。ちょっとおかしいと思わない？あのアタル君たちが渚さんに何のモーションもかけないなんて。確かに。しかし妙だな。俺も妙だな。貴様ほど無節操でえげつない女好きの男が。そうだ、貴様ほどスケベで不死だらで見境のない男が。なぜ渚さんにちょっかいをかけんのだ。貴様もなぜ手を出さん。そういえば妙ね、ダーリンらしくないっちゃ。龍之介様、これだ。お願い、私を成仏させて。この狭い島の中どこに逃げたってもだよ。来るな。お怪我はない？くそ。龍之介様。ちょっと待て。龍之介様。ちょっと待て。これを見ろ。素敵。素敵で済むような問題か。俺は女なんだぞ。それが何なのよ。おいこら。よ。でもそんなの関係ないじゃない。私は龍之介様が好きなの。これを見ろ。わかったか。すてき。素敵で済むような問題か。俺は女なんだぞ。それが何なのよ。何なのって。おめえ、やだ龍之介様ったら。ほら。おめえ、おかま。失礼ね、ちゃんとした男よ。なるほどね。さあお願い、成仏させたわ。まだ気持ちの整理が。これで納得いったでしょ。さあお願い、成仏させて。貴様が男と分かったからには、龍之介くんと接吻など許すわけにはいかんのだ。そうだ、リュウちゃんは俺のものだ。何言ってるってば。ふぅー、パラソルがないと出られないんだ。見つけてくれたらお礼に君の夢を叶えてあげる。夢を？ほんまか。もちろんさ、嘘つくと妖精をクビになっちゃうからね。よし、この虹の果てに行ってごらん。夢が叶うから。どんな夢叶えてくれるんやろ。こここれが
夢だっちゃ。ほう、どういう夢じゃ。ゆうべ見た夢やんけ。ふんふんふん、おいだ妖精、マッチからマッチへ子供の夢を叶えてあげる。なんだ、何が起こるのだ一体。これがてんちゃんの夢だっちゃ。どういう夢じゃ。ゆうべ見た